皆さんが受けている健康診断の結果、要治療とか要精査って言われるかもしれませんけれども、こんな健康診断結果は無視してください。実は中には行かなくてもいいのに行ってくださいという判定が出てしまうこともあります。こんにちは、山下明子です。マインドフル睡眠チャンネルでは、眠れない、疲れやすい、痩せないといったお悩みを解決するお手伝いをしております。こんな健康診断結果は無視してください。それはコレステロールです。コレステロールは非常に誤解の多い項目です。一昔前まで総コレステロール、これだけで考えていたんですね。総コレステロールが高ければ要注意だから、コレステロールのお薬飲みなさいねっていう時代もありました。でもそれは遥か遠い昔の話で、総コレステロールの中に悪玉コレステロールと善玉コレステロールがある、これは皆さんご存知じゃないかなと思います。悪玉コレステロールと言われるものは LDL コレステロールと書いてあるんですけども、実は LDL コレステロールが悪玉コレステロールと言われていたのはちょっと昔の話なんです。 LDL コレステロールも重要な働きをしてまして、 LDL コレステロールの中に小さいコレステロールと大きなコレステロールがあります。大きな LDL コレステロールは大して悪さをしないコレステロール。小さい LDL コレステロール、これが本当の悪玉のコレステロールなんです。もともとは大きな形をした LDL コレステロールだったのが、食生活とか生活スタイルによってだんだんそれが悪玉に変化していって小さくなってしまう。こういう現象が起こってくるんです。この小さい悪玉が増えている場合はお薬で下げた方が良かったり、この小さい悪玉コレステロールを減らすような生活習慣の取り組みをした方がいいんですね。ところが健康診断で返ってくる結果は、小さいコレステロールも大きなコレステロールも全部一緒くたに LDL コレステロール高いですよっていう風な結果で返ってくるわけです。だからといってコレステロールの値の中で LDL が高いからそれは無視していいですよっていうわけではありません。お伝えしたいのは、 LDL コレステロールが高くても中性脂肪が低ければ無視してもいいですよという話なんです。もし中性脂肪が基準値内、もしくは100を切るような低い値なのに LDL だけが高いっていう方が病院に行くとします。再受診した時に LDL コレステロールが高くて中性脂肪が低い結果を見て、お薬を出すか出さないか、それは先生次第なんですね。私と同じような意見を持っている先生、もしくはその LDL コレステロールに小型と大型があるということを認識して、どのような場合に治療すべきかを分かっている先生であればお薬を出されないと思うんですけども、中には LDLコレステロールまだ一緒くたに考えていて、こんなに高かったら薬飲まなきゃダメだよってお薬出されてしまうこともあるんですね。そうなるといい LDL コレステロールまでお薬で下げてしまって、必要な成分まで少なくなり健康を害してしまうこともあるんです。そもそもコレステロールはどうして下げなきゃいけないかと言いますと、コレステロールっていうのはそれが血管の壁を傷つけて血管の中が詰まってしまって、そして脳梗塞を起こしてしまう、心筋梗塞を起こしてしまうっていうことが言われていたので、そのようなことにならないようにということでコレステロールの値が管理されるようになったんですけども、いろいろと研究が進んでいく中で一番悪いのは小型の LDL ですよっていうことなんですね。この小型の LDL は血管の壁の隙間に入り込んでいきます。そして外からは見えないんだけれども、血管の壁をボロボロにしていって、ある時そのボロボロになった壁が破壊されて血管の流れを止めてしまうんですね。例えば家の壁が血管の壁だとします。小さい LDL がシロアリだとします。壁の中にシロアリが入っていって、外からは見えないけれども壁の中をどん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 すくっていってぐちゃぐちゃにしていきますね。で、ある時もう壁がボロボロになってドカーンと崩れるとします。そうするともしそこが狭い廊下だったら廊下の中通れませんよね。人がそこで先に進めなくなっていくわけです。そのようにして血管も壁の中でどんどんぐちゃぐちゃに増えていった小型の LDL がある日爆発するように崩壊してしまうと、血液の流れがストップしてしまいます。これが脳梗塞や心筋梗塞を起こすわけですね。なのでこの小型の LDL が増えているかどうかというのを見極めない限りは、お薬を出す意味はないわけです。なので皆さんの中で LDL が高いよっていう方、そして中性脂肪はあまり高くないよっていう方は、お薬を飲まなくてもいいので病院に行かなくてもいいと思います。
ちなみにどうして中性脂肪の高い低いが関係あるかと言いますと、 LDL コレステロールを小型化させる、悪玉化させる要因というのがこの中性脂肪なんです。中性脂肪が高い人は LDL コレステロールの中の小型が増えている可能性が非常に高いので、中性脂肪も高い LDL も高いということは必ず病院に行って、今自分は血管がボロボロになりかけているんだということをきちんと認識していただいて、お薬を飲んだり詳しい検査を受けたりして治療に励んでいただければと思います。以上、こんな健康診断結果は無視してくださいの内容、ご理解いただけましたでしょうか。中性脂肪が低くて LDL がちょっと高いぐらいの方は無視していただいて結構です。そんな時にお薬を飲む必要はありません。この動画ちょっと役に立ったなと思ったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。評価ボタンもよろしくお願いします。ドクターあきこの公式 LINE をやっておりますので、こちらでお友達になっていただけますと、私の提唱する健康法セブンアプローチの動画をお送りします。そして毎朝マインドフルになれるメッセージをお送りしたり、私の一押しアイテムを紹介しています。ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。